隊神楽坂支店定員募集。あれ？いや、地球守り隊神楽坂支店全員出動よ。大ボス小ボス、可愛い顔してやることはきつい。これってふざけてんの？いや、大真面目。とにかく傑作シューティングスーパー CD ロムロムスタープロジャー by ハデス。はい、さあ、このゲームの元のゲームというのはこれがスーパースターソルジャーというゲームね。なかなかちょっとマジっぽいですけどね、本当にもうちょっと力が入りますけど、それをパロったのがスターパロジャー。全然雰囲気が違いますね。可愛いですよね。そしてなんかそういうあの爆弾なんかのなんか可愛い感じで、なんかおとぎの国の世界みたいな。喋ってる？そうこれトランプみたいなのがありますけどね。そしてこれはボンバーマン。これはですね、攻撃するのですね、一定の方向だけじゃなくて十字にいろんなところに攻撃するわけです。そして敵を倒していくというボンバーマン。自爆しちゃうんだよ。そしてなんとこちらボンバーマン、スタイルええやん。スタイルええやん。最高。なんでやん。ここをどう見てやん。なんとこのボンバーマンは一人で空飛んでいくわけです。可愛いでしょ、なかなか。でいろんな方向にね、こういうふうに、そうそう、こういうふうに攻撃してるのもやっぱりたどってますね、ちゃんと。絵が可愛いからなんか楽しい感じがしますね、うん。さてボンバーマンとか、それからこういうね、あのスーパースターソルジャーとかこういうのをパロりましたが、最後に出てきたこれは何という戦闘機なんですかね。ちょっと後ろ姿に見えますが、トイレットペーパーじゃないですか。トイレットペーパー、ちょっと四角い感じがします。言っておきますが、アンパンマンではございません。アンパンマンに出てくる食パンマンではございません。あ、私そうかと思ったら違うんです。一体何なんでしょうかね。はい、ということで今のは何だと思います。ちょっと形が四角い形がしてますよね。あの戦闘機は実は何かと言いますと、これなんですよ。これ PC エンジンのこの本体、まあ、これがモデルなんです、なってるわけなんです。これがそれに手足が生えたんですか。そう、手足がここからこう生えてきたわけですね。どうやって生えてきたのかよくわかりませんが、この PC エンジンが果たしてゲームの中でどういう戦闘を繰り返すか、ちょっと見てください。どうぞ。ゲーム中での PC エンジンのパワーアップアイテムはヒューカード。これを取ると CD 攻撃、さらにマルチパッドを装備することができる。そして天の声と合体することによってミサイル攻撃も行えるようになるのだ。